意味がわかると怖い話、赤い木です。それではどうぞ。私、木登り大好き、動物も好きなんだ。でも、なんで追いかけられてるの？木には、来ないよね。怖いよ。後日、旅人が通りかかりました。すると、そこにあった木は、赤く染まっていました。まるで、赤ずきんをかぶっているみたいに。それでは解説です。スウェーデンの赤ずきんをモデルにしたお話のようです。木の上に逃げたが、逃げ切れず、木の上で惨殺、食される。赤く染まる木。それではまた。